よろしくお願いします。はい、皆様おはようございます。今朝も官邸で閣議閣僚懇が開かれました。私からの冒頭発言は特にございません。よろしくお願いいたします。日本経済新聞の学頭です。幹事社から一問お伺いします。昨日市畜学付き の国内総生産 GDP の速報値が実質で2四半期連続のマイナスとなったと発表がありました。消費税の引き上げ円安傾向が地方経済に影響していると、とも考えられますけれども、この数字や地方経済の現状をどうご覧になっていますでしょうか。また消費増税先送りの観測が強まっていますけれども、 GDP 速報値の結果は消費増税法の景気条項を踏まえた先送りに見合うとお考えになるかお聞かせください。はい、内閣府が昨日公表した2014年7、9月期の GDP 速報値でありますけれども、実質成長率、前期比年率マイナス 1.6% と、いうことで、おっしゃる通り2四半期連続のマイナスでございます。ただ駆け込み需要と反動を鳴らすためにですね、1、9月の平均で見ますと、前年比プラスとなっているところであります。で、今回やはりマイナス成長となった、大きな要因は、まず在庫調整が、進展したということ。本来、今の時期にですね、在庫の調整が進んでいくということは前進でもあるんですけれども、ただ統計上はですね、これはやはり在庫が、増えるとプラス、減るとマイナスと、こういうロジックで、ございますので、ここのところは影響が出たと思います。あとはやはり消費税率引き上げに伴う駆け込み需要、相当大きく、出ておりましたので、その反動源などの影響で、とりわけ、住宅投資設備投資がマイナスになったということ、ここだと思います。で、なお地域の、状況、地方への影響ということでございますけれども、日銀の地域経済報告、これは10月20日のものですが、消費税引き上げに伴う駆け込み需要の反動の影響はばらつきを伴いつつも全体として和らいできているという見方もございます。そしてまた輸出競争力の強化に、つなげると、いうことでありました、円安の、傾向がですね、一方でやっぱり輸入原材料、の単価アップ、またエネルギーコストですね、今原子力発電止まっておりますから、やっぱりこう輸入、原料による火力発電、これで、なんとか回しとるわけでございますが、これらによって相当やはり、厳しい影響というものは、出ている。ここには目配りをちゃんとしていかなきゃいけないと思います。しかし総務省がやるべきことは、とにかく地方経済を良くするということで、今国会も、地方創生国会ということでございますので、私たちが持っている政策資源、つまり、地域経済イノベーションサイクルですとか、それから分散型エネルギー、インフラプロジェクト、この全国展開、を行いまして、やはり自治体と地域の金融機関、などを含めてですね、地域の総力を挙げた取り組み、ここを強力に推進していくことだと思います。で、今後やはり2020年に向けて、ICT を、活用した、取り組みも相当スピードアップしていかなきゃいけません。そんな中で今の技術革新の成果を幅広く、地方にお住まいの方々に、実感していただく、そういった取り組みを私たちは続けていくということでございます。あと消費、増税、に関する、ご質問もございました。これもですね、いずれにしましても今日の段階では、現在の段階では消費税率の 10% の引き上げにつきましては、この、
速報値もあるでしょう、一つの判断材料でしょうけれども、点検会合などの結果も踏まえて、経済状況など総合的に勘案しながら安倍総理が適切に判断される、このように考えております。以上です。各社いかがでしょうか。はい、自治日報という専門誌の内川といいます、はい、消費増税がですね、仮に延期されますと地方団体にもさまざまな影響が考えられると思うんですが、直接的には社会保障とかですね、税制とか交付税の関係とか考えられますが、これらにどのように対応されるお考えか、お伺いできればと思います。はい、まだ消費税の税率、アップについて、どのように判断するかということは、総理から伺っておりません。それをまず見守らなきゃいけないと思います。影響につきましてはこれまでもこの場でも述べてまいりました。やはり地方交付税にも、一定の影響が出ます。特に地方の社会保障財源、ここにも影響が出てまいります。各省ともそれは同じであると思いますけれども、しかしながら一方で、今回非常に、消費増税の駆け込み需要の反動源が大きかった。でやはり消費者の消費マインドが、低下しているという傾向もございます。もちろん市区ですから、内閣府が試算された通りですね、夏の天候要因、こういったこともあったんだろうとは思いますけれども、しかしながら税収そのものが、日本経済全体がですね、のパイが縮小して、税収そのものが、減ってしまうと、いうことでは何にもなりませんので、ですからやはり消費税率について民主党政権時代に決めた法律、ここにちゃんと景気の、経済の状況を、総合的に勘案しながら、その引き上げのタイミングも含めて、総理が判断できる、こういう条項を設けた。そういったこと、そういうことだと思っております。よろしいでしょうか。すみません、雑誌記者の中島です。よろしくお願いします。今日ですね、11時半に、自公のオートバイ議連のですね、懇談会との、相沢さん、それから、北川さんなどがですね、訪れるということなんですけれども、この時期増税について、要望が出てくるということについて、今までの総務省のですね、その増税の、対応に、一つ何か問題があったんじゃないかと思ったりもするんですが、いかがでしょうか。問題はなかったと思っております。大変丁寧に、この二輪車に関しましてですね、議論を進めてまいりました。先般も申し上げましたけれども、国土交通省、経済産業省、そして総務省の担当課長によってよる、検討会で、これまで、議論を重ねてまい、りました。で、やはりこう検討したんですけれども、車検制度ですとかね、あと全国統一の、車両情報管理の制度というのがない中で、二輪車について軽四輪車と同様の課税を行うということについてですね、難しいかなという、話になっていると、事務方から聞いております。で、業界の皆様からもさまざまなご意見があること承知しております。私もその議員連盟の、一員で、ございますので、よく話も伺っておりますけれども、軽四輪と同じような方式
きについてはですね、昨年末 の、 あの与党税制協議会で出された議論でございますので、やっぱり最終的にはあの与党税制協議会においてですね、適切に判断されると思っております。でまたあの地方団体からもあのいくつか、ご意見は伺っております。すでにあの条例改正をしてですね、準備を進めておられる、ところもありますし、で、そういうことからやっぱり改正地方自治法、あの地方税法 の、 あの規定の通りですね、27年度からあの着実に進めてほしいといった、ご要望もございます。それからあの地方財政審議会に設置してありますあの自動車関係税制のあり方に関する検討会、この場においてもですね、あの税のこれはあの実務者の方、地方自治体 の、 あの税務当局の責任者 の、 あの方からですね、すでにあの条例改正済みであるとか、また新たなコストを生じるということで、困難という、発言もあったと聞いております。今後ですけれども、あのやはり税制、総務省としては税、この税制も担当する立場ですから、技術的な、面、それから実務的な面の、制約も踏まえながら対応していく必要というのはあるだろうと思ってますので、私自身も関心を持って、与党税協における、議論を見守ってまいりたいと思います。今日あのご要望に来ていただけると、いうことはあの私も議員連盟 の、 あの一員でございますし、あのバイク乗りでもありましたので、あの楽しみにお待ちして、あの率直なお話を伺いたいと思っております。出ます、はい、朝日新聞の志村と申します。選挙の話もなんかいろいろ出てるんですけれども、あの一票の格差の問題、つまり司法の判断 と、国会の方で、司法は違憲状態というふうな判断をしているんですけど、この問題がなんかその進んでないという指摘があるんですけど、まず大臣としてですね、この問題についてのご見解あればお願いします。一票の格差、はい、でございますか。はい、あのこれもですね、あのありがとうございます。これもこれまで、各党各会派で、ご議論をしていただきました。で、国会ではあの第三者機関、衆議院の方では、衆議院選挙制度に関する調査会が設置されておりまして、昨日、第3回ですか、違いますね、ごめんなさい、調査会がこう、第4回が11月20日ということで、議論が進んできていると思います。で、一票の格差という問題については、これはあの衆議院の方でもこうやって、第三者機関を設けて、議論を進めておりますので、全く、不作為であるということではないと考えてございます。とにかく、まだ総理が明確に解散ということについてはおっしゃっておりませんので、引き続きこの議論を見守っていくということになるかと存じます。よろしいでしょうか。ありがとうございました。よろしいですか。お疲れ様でした。